大体転換からやってるんですよね。転換っていうのはすごい大事なので、これで集約されてるの。だから僕が転換をやるために相手だってみたいなもん。なるほどね。そして全部なんていうのかな、集約されてるの。だから今までやったことだから転換すごい大事と思ってるんですね。だから転換できないと何にもできない。最初のこの転換で向こうで自分の自由、そういうことね。そういうこと。じゃあやりましょう。こう見てるとさ、こう手の使い方はいいんだけど、意識の使い方がみんな慣れてないからね。意識がこっち行ってたら絶対ダメなの。これ彼はここを通じて、ここを感じて、ここを感じて、僕を感じてるわけだから、彼の情報源はここなので、僕の動きとか心とかどういうことを思ってるかっていうのは、ここを通じて彼が全部分かってるって思ってるで、武道やってる時は自分の気配を消して、彼がなんていうのかな、自分がいなくなっちゃうのが一番いいの。いないところに殴れないんだから。いや、僕がいなかったら殴ってこないよね。いないんだから。だから いなくしたいわけ、消したいわけ、気配を消したいわけ。気配をこうやってやったら彼は感じてるから、気配を感じてやられちゃうわけだから、気配を消して、あ、来たら先に意識がいってる、手のことか、先に手のこと考えちゃうと来ちゃうの。だから先に意識が向こう行ってる、それから手のこと考えてるですよね、多分ね。僕はそういうふうに思ってる。だから先に意識、それから手のこと考えてる。視覚とかそういうことは後から考えてる。意識が先、意識が、彼の意識を向こう出したい。でも自分は消えて、彼は消えていなくて、いなくていないところを向こう行っちゃったら、そういう感じにしたいのね。だからそういうふうにやってんだけど、みんなこう慣れてないから、その意識使うの慣れてないから、意識をコントロールするの慣れてないし、自分の意識をどうやって使ったらいいかっていうのも分かんないから、こうやってぶつけちゃうんだけど、最初に意識向こうだ、それからこうで視覚入って、そして視覚入って、こう足をね、足をこの足をこういうふうに変えてくると、ちょうど中心にいるんだよね、彼がね。で出てきた、そういう感じね。だから自分がなんていうの、いなくなっちゃってる、いなくなっちゃってる。そしてほら、いなくなっちゃったっていうの、それは大事だから、そういうふうにやってほしいんだね。それで上2つやってる。だからこのぶつけ合いではないの、ぶつけ、意識のどっちが強いかなって、意識を固、なんていうのかな、僕の意識と彼の意識と競争してこうやってやってんじゃなくて、僕の意識がなくなっちゃってる、それをダンスそれでやってちゃう、そういうふうにやりたいの。まあそういうことを意識してね、ちょっと意識の使い方だから、意識のコントロールどうやったらいいかっていうのもね。それで言うとね、僕と彼の戦いだとするじゃん。それを模擬的にやってんの、合気道って。だからさ、なんていうのかな、うまく、僕がうまくいったら力抜けて自由に動いてやっつけるっていう、そういう感じで、彼がうまくいったらうまくいかないのね。彼の方が上だったらうまくいかないの。でも力抜いて自然と彼が倒れちゃった、彼の自由意志で倒れちゃったっていうふうにやりたいわけだから、ここにいたらやられちゃうんだから、意識を使って彼はいないところ、彼のいないところ、視覚ってのすごい大事だ。こうで、いないところでこういうふうに、こう彼が勝手に倒れちゃった、そういうふうにやりたいわけで、これを力でやれば多分できるの。こうやって力、すごい力でガーッて、こうやって足洗ったりしてさ、倒すこともできるの、うまくなればね、できるのかもしれないけれども、そうじゃなくて、合気道の形としては彼が勝手に倒れたっていう、で視覚持って、で僕は自由で何でもできますよ、ね、この手感づいてる、相手の歯、この必ずこう変なところでやったら来ちゃうんだから、蹴りが来ちゃうとかね、だから蹴りが絶対来ないよ、
で来ても来ても来てもこうさ帰るよってこういうね、こういう返してで場所作ってあげて、で勝手に彼が倒れたようにやりたいわけで、それには、まあ、稽古が必要なんだけど、あのあんまりぶつけちゃうとかっこ悪いじゃない、ぶつけてこうやってぶつけてやってると僕の やばいところも見せなきゃいけない、でも自分だけまず守って、なんだろう、自分だけはちゃんと、だから反撃の余地がなくしておきたいわけ、そして自分